失礼します。あ、全然気にしないでください。どうぞどうぞ練習しててください。マジプロのバンカー勉強になるわ。360度バンカーショット撮ってていいですか。やめてもらって本当に恥ずかしいです。ダイヤモンドカップ、ダイヤモンドだっけ、パナソニックだっけ、ダイヤモンドカップ13分の12セーブ最後のハーフ5分の5。何でそんなことしてるの。すごいっすね。伊藤さんはいいんすよ、インスタに肉だけ出しとけば。いやいや、ミサシがちょっと入り方とかちょっとアップで撮らせてくださいよ。綺麗だね。いい音だよ。音で米2杯は進むわ。いいね。寝る前のノイズにしたよ。それで寝てください。柔らかい。あの優勝した時バンカーショットのレッスンどんだけやったの。まあ多分ね5件ぐらい。1日1日5件さばいてた。バンカーショット、バンカーショットだけ。あの バンカーショットに印象があるってことだもんね。すごいね。ドライバーの曲がらない方法とか来なかった。全然来ない。曲がり倒してマンペラ止まんなかった。ドライバー、あのロングホールマンペラ。いいね、素晴らしい。いい感じ、いい感じ。そら5人のプレーオフも制するわ。ANA オープンツアー2勝3年シード5年シードじゃないですか。いやいや、ああ、はいちゃん。すげえな。すげえな。すげえな。まず YouTube さ。これ？あれ動画撮ってるだけ。とりあえずこれをあの YouTube にどっか使おうかなって。あ、なるほどね。引き出しにしておきます。バスみたいな。素晴らしい。ちょっとレッスンして、ちょっとバンカーのこあのレッスンして、コレッスンして。バンカーは、はい、まず球の位置は、球の位置はこれぐらいですかね。左の前ぐらい、左足前、左のかかとの前、かかとのこの辺ですね。うん、でオープンに構えて、普通のアプローチとそのアドレス何か構える、あの違うところは、まあ、絶対にオープン、うん、これはオープン構えて、足の向きオープンで、腰の向きがまっすぐ、腰の向きまっすぐ、そのアドレスに対して、だからこう構えたらちょっと開くじゃん、うん、だからちょっとこう、ピン方向にまっすぐなの、うん、腰の向きはピン方向にまっすぐで、足はスタンスはオープンなの？はい。じゃあ何？左、アドレスをスクエアに構えて、なんか左足を一歩だけ引いてるみたいな感じ？ああ、そんな感じになるのか。へえ。すぐ構えて。うん。そうですね。でもどっちにしろこう戻すから。うん。開いて構えて、開く。腰戻して、でまあフェースを向こうに開く。うん。テイクバックはインに。テイクバックはこれが腰のラインに上げていくイメージ。ああ。それ。こっちもフォロースルーも一緒です。結構インサイドから入れる感じあるの？はい。へえ。バンカーって普通アウトに上げて、アウトに、うん、アウトから、まあ、上からドーンじゃないの、うん、ちょっと V みたいな感じで行ったというと、インク、うん、インに上げて、うん、まあ、インに抜くって感じじゃないですけど、でもなんか上手い人、谷口徹さんとかやっぱ上手い人ってなんかインサイドからバンカー入れるよね。なんかあのさ、ロブショットもただたださ上から切るだけじゃなくてさ、はい、なんかちょっとこういう感じだよね。ロブも一緒ですね、こう使うイメージ。へえ。でもその方がなんか距離感が出るみたいな、で出しやすい。ただなんか切ってるだけじゃなくて、
滑らか。やっぱテイクバック上げる瞬間もちょっと一緒に顔も行く感じですか。いやいやいや、そうでもない。最近治った、ずいぶん治ったね。最近だいぶマシになった。ドライバーの時はたまに目合ってたけど、後ろと合ってないよ。こんな感じっすかね、テイクバック。はあ、いいね。確かになんかバンカーがちょっとスライス回転じゃなくてなんか順回転な感じだね。そうですね、だからまああんまこうなんかスライスでこう最後右行くのが嫌なんです。さすがです。いただきました。ありがとうございます。勉強になります。今度パターのテイクバックの上げ方とか教えてください。パターは俺に聞かない。あざっす。